はい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 、稲ちゃん。はい、怒られちゃい終わったような感じだけど、武士の心というのも大切じゃね。それずっとつけてるの。うん、なんか喋りにくいの。私久しぶりにかぶったらなんかかぶり方多分間違えとるわし。大丈夫。そうかそうか。ここでそうじゃ、稲ちょっとお知らせがあるじゃろ。はい、 お知らせがございます。はい、12月の1日より開催をいたしております青い武将隊総選挙についてのお知らせでございます。はい、総選挙でございます。はい、こちらの総選挙締め切りがございまして、はい、本日の12時まで、お昼の12時まで。はい、12時までじゃな。はい、となっておりますので、まだまだ券をお持ちで入れてないよという方は、はい、この演舞終了後ぐらいかな、まだ間に合うの、ちょっと間に合うから、うん、ぜひお急ぎでお願いをいたします。お願いいたします。はい、その他にも本日は、外に、たくさんの食べ物屋さんがございます。はい、はい、いいの、何があるんだっけ。今日混ぜ麺じゃよ。おい、混ぜ麺。あと五平餅。おう、五平餅。混ぜ麺はなんか台湾ラーメンみたいな。あ、ほんと。なんかね、つゆなし、汁なしみたいなやつもあるみたいな。話し方おかしいから大丈夫か。え、話し方なんかおかしいから大丈夫か。話し方普段カブトつけてねえから、そういうやりなんか、カブトつけながら喋るとなんかアホが出てくるんです、これ。つけてねえから、ね、こうなるんです、わし。あと、焼き味噌もあるんじゃん。焼き味噌もありますね。うん、はい、わしらもね、ちょっと昼にちょっと食させてもらおうと思っておりますので、はい、はい、ぜひ皆様ご賞味あれと。あと、はい、なんか我々青い武将隊の新グッズが、そうなんですよ、なんか生写真かの、うん、わしらも本当に、昨日も知らず、森津田殿のツイートでわしらも知るというな、うん、なんか、はい、なんか用意されとるんですか。あ、なんか、焼き味噌がね、ないっていう状態。問題しなかったらしいよ。はい、ということでね、生写真、ぜひな、買った方はわしらにぜひ見せてくださりませ。はい、お願いいたします。ということですな、はい、引き続き、次のコーナーに参ります。なんと稲ちゃん、この平成の世の生誕日という、誕生日というのはな、うん、何か平成の世のが祝い方があるみたいな。稲知ってる。お、言ってみ。贈り物をあげる。そうなんじゃ、プレゼントじゃ。うむ。そうなんじゃ、普段なお世話になってる方の誕生日とかに、そのみんなが集ってそれぞれの思いを届けるということですね。それを我々青い武将隊がそれぞれ内緒で準備してきておりまする。そう、題してトノプレイ。はい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 、これね、本当にね、あれなんじゃ、みんなそれぞれ内緒で、はい、本当に企画だけは考えて、はい、みんな内緒で準備しましたので、はい、それぞれがどんなプレゼントを持ってきておるか我々知りません。はい、はい、知りません。ということで我々ね、本日は殿にプレゼントをするの7名おりまするので、はい、まずは午前中にね、はい、4名ほど行きますか。そうじゃな。ということで、その前に殿にご登場いただいて。あ、殿、殿、はい、では主役、本日の主役でございますね。皆様拍手でお迎え。ちょっと長かったね。待ちされてた。皆さんも疲れ切っとる顔だ。でも今日は私の誕生日にお越しくださいました。ありがとうございました。まあ、それで2回目の生誕祭を行っていただきまして、本当に感謝しております。あ、これもですね、日頃いつも足を運んでくださる皆様方のおかげで、今日ここに、8名の三河武士が勢ぞろいいたしました。まあ、これからも末永くご縁をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。はい、さて、ちょっと、はい、一つだけわしの願い叶えて。はい、はい、昨日ね、はい、わし面白いものを見つかった。はい、お主に あれやってくれ。あれやりますか。あれやってくれ。あれ今日やりますか。お、今から何今なんです。ちょっと準備から。準備はいいの、ぶっきりやるんだよ。明日は仕事なんだから。今でございますか。あれをやるのでリアルに台本にない。本当にやりますか。本当にやるか。お客さんたち喜ぶぞ。やりますか。あの幻の。さあ、では本当準備岡崎市の報道発表を見た方は
ご存知かもしれませんが、本当は、アンビリだけど VS 青いという、コーナーをやろうと思っていたのでございますけれども、その中で、まあ、青い武将隊が2組に分かれて対決し合うというコーナーで、そうじゃない、わしと、服部と稲姫と直政の4人で、チームを組んで、やろうとしたものを今急遽最高で、いや、すいませんな、やることになったので、じゃあ行くか、私それでやるのかっていうの、いや、参るか、この企画声が重要じゃん、ちょっとお待ちくださいね。殿へのね、お祝いの余興として、家臣団が二手に分かれてそれぞれ余興対決をして殿を楽しめるというね、企画が VS 青いでございまして、それの1チーム、今からやる4人、そしてわしら3人、これがね、実は雨ではできんかったので、これがもう一個の演目でしたね。できるか、できるか。さあ、だからね、これもっと後でやろうという話だけど、急遽、殿のご要望で、今日この一組がやります。不安でしょうがないんじゃけど、はい、やってくれ、やってくれ。はい、お客さん待っとるぞ。はい、拍手。楽しませてください。はい、どうぞ。では参ります。3、2、1、はい、どうも。グレートコントモノマネ水戸黄門。ボンボボボボンボボ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 。なんとまたあなたが現れた。まだまだおりますぞ、あなたは。そうか、平泉星さん、ローラさん、やってしまいなさい。わしは刑事ですからね、あんまり争い事とかそういうのは好きではございませんからね。おっきー。あっていうか、おじいちゃん誰かに言ってるわ。あ、わかった、餃子。私ちょっとローラお腹空いちゃったから、そろそろ帰るね、バイバイ。なんと、またあなたが現れた。まだまだおるようですぞ。そうじゃな、ではオール巨人師匠、そして三輪明宏殿、やってしまいます。まあ、お前ら、お前ら全員が死ぬのでしょ、お前ら半端やぞ。どうも皆さん、こんにちは。今日皆さん、とても幸せそうなオーラが出ております。いいことでございます。何ですか、気持ち悪い。私が気持ち悪い。黙れ、ここ。お前に私の何が分かる。自分のボケを踏みしめて。なんと、まだまだある手を置く。まだまだあるようですぞ。また行くか。では公明というだな。そして、なんちゃってっけな、ペリー殿をやってしまいなさい。開国しろ。自分のボケを踏みしめて。なんとまだおるか。まだおるようですぞ。そうか、そうか、ではではやっていただこうか、碇信二殿。え、お願いいたしまする。台本にもなかったのに、できるわけないよ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。自分のボケを踏みしめて。おっと、まだあるか。まだまだおるようですな。やめやめ、もうおしま
それではグレート家康公葵武将隊徳川家康公よろしくお願いいたします。お願いいたしますね。官民は無事上級のもとい武道飛んだたがつぐ
堪能してください。まあ言わなきゃよかった。みんなよりクオリティが低くて、さらには量も少なくて、まあいっぱいある、いっぱいある、滑舌もある、いっぱいあるし、絵も変えとるし、私づらいなこれ。まあ、まあでも気持ちですからね。気持ちですから。でもトントン、すごい嬉しそうじゃん。いやいや、殿いかがでございまするか。いやー、この上の幸せです。はい、やはり470歳、470年生きた甲斐がありました。はい、皆様からも、どうぞ、いただきまいりました。本日のみ、受付でございます。そうですね、ということで、はい、ありがとうございます。もう最高に幸せで、やはりもう、来年もこういう感触を味わいたいですね。はい、そうしたら、そのためには、まあ、皆さんぜひ、ゲームを送っていただきたいと思います。うん、さて、長引きましたからね、はい、そろそろお開きにしますか。はい、はい、でもどんどんまだやっぱりね、あの最後に、皆さんが、ね、はい、じゃあそうですね、今日は雨降りですから、こちらに上がっていただくわけにはいきませんが、はい、堪忍踊りで締めたいと思います。はい、どうか皆様方もその席でお立ちになって、あるいはこちらの方に進んで